大宮レディースイベントス対アルビレックス新潟レディースの一戦です。まず前半の33分新潟のシーンです。北川のクロスから乗松が対応していったんですが、道上が冷静に流し込んで新潟先制です。今日も仕事をやってのけました。前回はセットプレーからの得点、今日はこの技術のある乗松なんですが、そこをかわして見事に道上のゴールでした。そして迎えた後半、今度は大宮のシーン、後半開始早々でした。フリーキックから最後押し込んだのが井上でした。林のフリーキックからまずここで乗松が落として、そのこぼれを井上彩香が押し込みました。1対1の同点になります。そして今度は大宮のシーン、田島自ら攻め上がったところで PK を誘いました。今日サイドハーフで起用された田島、自らの仕事をやってのけました。そしてキッカーも田島です。田島対平尾の対決、最初ポストに当たるんですが、さすが井上見逃しませんでした。相手の逆をついて井上のゴール、ここで2対1、逆転となります。ただその後28分でした。今度は北川、左サイドバックに入っている選手が中の白沢へシュートを打って望月触るんですが、こぼれ球を白井でした。このガッツポーズです。再び新潟が追いつきます。2対2の同点です。そして後半42分のシーンでした。ここで大熊が得点を決めます。腕トラップで粘った高橋から、最後途中交代で入った大熊らのシュート、勢いのあるシュートでした。そしてゴール左隅を狙いすましたゴール。見事冷静に入れていきました。この大熊の値千金のゴール。大宮対新潟の一戦は3対2で大宮が勝利する結果となりました。